はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日はですね、シールドスウォーンコスモス HL ということで、最近多いんすよね。いや、なんか俺もさ、ノラで見て、なんかめっちゃシールドスウォーン多くねっていう風に思って、ちょっと触り始めたんですけど、まあ、ちょっと使ってみた感想とかを語っていきたいなという風に思います。はい。で、まあ、シールドスウォーンのコスモス HL フルオートは、あんまほとんどリロ殴りしない方がいい。してもいいタイミングはあるけど、部屋速にもよるけど、基本あんまりしない方がいい感じのやつで、あと 25% 以降の打点がね、少し少なめなのが気がかりだけど、まあ、8ターンで青箱確定ぐらいかな、になったのは面白いなっていうような感じ。俺の中の評価としてはね。うん。キャラ編成はシールドスウォーン、メイガス、アズサ、リッチョ、みたいな感じで、まあ、ターンダメ高めな構成かな。で、まあ、後ろは正直よくわからん。なんかサブメンバーの優秀なやつ入れときゃいいんじゃねえかと思いましたけど、まあ、コウ君も試しに入れてるっていうような感じだね。武器編成はいろいろあって、フレルシ型と、まあ、両面ハデス型、ちょっといろいろ触ってみたけど、大差はねえかな。まあ、でも今、両面ハデス型でやってます。両面ハデスはこんな感じで、HP 盛りつつ、まあ、なんか、アビ上限持って、みたいな感じ。あと、斧杖の得意キャラが多いので、これ入れてみた、アンゲルス・オブ・ワールド。まあ、カウンターのダメも上がるんだろうし、結構いいんじゃねって思いながら入れてるけど、よくわかんないですね。はい。で、石はこんな感じでやってみてるのと、うん。で、もう一個の方、体力かなり高めに保てんの、シールドツオンいいね。もう一個の方は、片面ルシ。まあ、片面ルシだったら、フォーセイクン・アガスティとか、うん。まあ、アビダメ欲しいならビスマルクとか、まあ、主なダメージソースはアビダメなんで、まあ、ビスマルクとか入れたりするのもいいんじゃねえかなと思いながらぴょろぴょろ触ってるって感じだね。メイン武器はコンバットサプレッションで、まあ、タイミングによって1アビがとんでもねえ痛いところで、発動することがあるんですよ。シールドスオーンは、まあ、このシールドオブバラーで全体カバーするんですけど、まあ、この全体カバーでえぐい特殊技を吸い込んじゃうと瀕死状態になっちゃうんだよね。だから、まあ、そこら辺のケアとして、メイン武器は、これ、コンバットサプレッション積んでるみたいな感じかな。で、まあ、あと強いところは、あれだな、サポアビ、守りの先制。これかなり強いっすね。非ターゲット時敵全体に5回持続性ダメージ、ビビビビビビ。アビリティダメージが、すごいいい感じに出てて、火力自体も高いし、あと、シールドオブバラーの CT 結構縮むんですよね。そう。シールドオブバラーの、攻撃行動を行わなかったらシールドオブバラーの再使用間隔が1ターン短縮されるっていうのと、コンバットサプレッションの第2スキルで敵が特殊な使用時に1アビの短縮されるんで、結構1アビが吸い込まれるんですけど、うん、まあ、このターン終了後の敵全体に11倍持続性ダメージとかが、まあ、割といい感じに赤色に左側に寄ってくれるんで、まあ、そのあたり結構便利だなとは思いました。うん。で、アビリティはレジメントウォール、アトラクトシャウト、あと左寄せ用のアローレイン、みたいな感じかね。うん。レジメントウォールも結構強いんで、よかったっす。はい。じゃ、ちょっと実際にやってみようか。で、まあ、入るマルチなんだけど、人多いとこがいいっすね。うん。人多いところじゃないと、おすすめしない。普通に。人があんまり入ってないところというか、75% 特殊を、ちょっと待つか、ここ入って。うん、75% 特殊を、あれなんですよ。75% 特殊をこの CT MAX までに受けたいんだよね。だから基本的に、コスモス HL 入るなら、救援に人が入ってる状態のところで、入ってフルオート始めた方がいいですね。せめて3、4人は欲しいかも。この状態で何も考えずにフルオートスタートしちゃうと、あんま良くない。うん。そう、あんまり良くないっす。こうやって人が入ってきました。ほら、もう今回もね、シールドスウォーンが2人来てるかな、現時点で。まあ、剣豪、シールドスウォーン、剣豪、シールドスウォーン、モンク、ヤマト、あたりは結構人が、なんか、ジョブ的には多いかなーっていうような感じがしていますね。で、まあ、75% の特殊技に合わせて、このニアビ打ちたいんですよ、主人公の。このニアビ、主人公のニアビが、この主人公のニアビが、どういうものなのかと言いますと、カウンターが大変、ほら、いいダメ出るよね、これ普通に。主人公のニアビは、敵の特殊技発動時に一回発動させることができるんだけど、まあ、これで、75% の特殊技を、
吸い込んでいけるんで、いきます。これで 75% 踏み。この状況を作りたい。 CT マックスまでに、つまり2ターン目殴った段階でここで 75% に行きたいから、まあ、結構人が多いで HP が高めのコスモス HL とかに入った方がこれは安定すると思う。うん。でリロ殴りすると、あの特殊技解除できないんですよね。特殊技がほとんど解除せずにターンダメージで気合でぶん殴ってくんで、まあ、ちょっとジークフリーと HL と似てる。うん。で 75% 特殊はレジメントウォールで受けて体力は高めにしていく。ジークフリーと HL のモンクフルオートとかってさ、あの特殊技を 75% のクバールファング、50のクバールファング、25のクバールファングで受けて、あの破損レベルと五輪レベル下げるじゃないですか。そんなノリで特殊技を、あの特殊技をなんだろう、 HP 特殊で受ける、 75% 特殊、 50% 特殊で受けるみたいな、あのパターンで動いていくんですよね。となるとあんまり、あのあんまり特殊技受けたくないじゃないですか。なので、まあ、リロード殴りとかしちゃって特殊技食らっちゃって、 CT マックス特殊食らっちゃって解除できなくてファイナルデトネーションもらってターンエンドみたいな、まあ、なんかそういうパターンが結構あるから、うん、あれですね。でまあ青箱確定ラインはだいたい8ターンになる。条件としては HP50% 特殊を食らってて HP25% 特殊を食らわない状態で8ターン目がだいたい青箱確定の状況になるっていうような感じかな。はい。でまあ基本的な仕様としてはやっぱ左側にがっつり寄せ切って、赤ゲージよね、左側に寄せ切って、まあ、リッチョのターン終了時多段ダメージとかで、あの右側にちょっと寄せる、これとか左側がっつり寄るじゃん、これだとファイナルデトネーション飛んでいくんだけど、まあ、ここら辺の多段ダメージとかでピョロッて右側に寄せていくことによって、ファイナルデトネーション壊滅技を食らわないようにしましょうっていうようなパターンがあるので、そう考えるとね、あの25% 以降の打点がちょっとむずくなるんですよ。だからそう、こうやってほら、スイープデトネーションとかを一浴びで食らっちゃうと、あの、大変なことになるんだよね。HP が結構ガッツリ減っちゃうから、コンバットサプレッションがないと、主人公がワンチャン落ちちゃうかも。みたいな感じなので、あの、コンバットサプレッションをメインで握ってるっていう感じ。あずさの2浴びが 50% のところに座れたから、青箱確定8ターンはちょっと今回は現実的ではないかな。でコラプションバチ込んで、はい、あでもこれ8ターン青箱いけるな。これで次 25% になってないなら、これ多分次青箱確定っすね。そうターンダメージがかなりいい感じに出てるから、まあ、それで青箱確定ラインまで持っていけるっていうのが強みで、安定感と両立できてるっていうのがすごいところ。あ、そうですね。やっぱ8ターン目で青箱確定っていうような感じになりました。で、ここで CT マックス特殊食らったんだけど、まあ仕方ないよね。うん。まあで、これで左側によるけど、リッチョの、あの特殊技、リッチョのターン終了時ダメージでちょっと右側によるみたいな感じ。で、25% の特殊技食らうんだけど、ここから釣れーのよ。ここから右寄るじゃん。そう、ここで、で、この次右側寄って、で、じゃあ、どうなるのかっていう話になるんだけど、こうなった時に、あの、対応する術がないんですよね。これまあ、フルオート全部の宿命というか、まあ、ヤマトで解除できたらいいよねぐらいのさ、結構、マジで運ゲー寄りの動きになっちゃうから、むずいんだけど、シールドスオーもやっぱり 25%、HP25% 以降の打点が、どうしてもこうなった時にね、こうなった時に打点を出し切るっていうのがすごい難しかったんで、うん、まあ、こうやった時に左側にそのまんま寄っちゃうみたいな、あるんすよね。まあでもシールドオブバラーのおかげで、いやーでもマーレフィクスデモリアがあったら終わりか。うん、ちょっと右寄り切っちゃうかな。ターンダメむずいんだよね。そう。だから俺は、おすすめするかというと、難しい部分がある。だからここで、ここの、今のさ、ターン終了のタイミング。今のターン終了のタイミングで、テュポーン召喚とか、そう。味方全体の、まあ、サリエル召喚、サリエル召喚は知らんけど、まあ、フルチェとか、奥義をバチコンとかまして、奥義をバチコンかまして、ちょっとだけでも、ここの 25% 食らった後に、
少しでも左側に寄せますわみたいな感じになったら、できたら、できるんだったら俺この編成すごい使いやすいかなと思ってんだけど、それ以外の場合、例えばこういう風になったら、まあ、結構今悪いパターン引いたんだけど、うん、25% 以降、25% から 0% までの間の部分の削りの量がこの編成少し少ないんですよね。そう、そこがちょっとむずいところ。青箱確定自体はできるけど、だから成功率自体がめちゃくちゃとんでもなく高えかって言われると難しい部分で、そこちょっと難しいなと思いました、チルドスオン。うん、だからさっきもちらっと言ったけど、テュポンとか入れて、石にテュポンとか入れて、で、まあこれ CT9 じゃん。で、闇属性だから CT6 になるんですよ。で、まあ6ってなったらもう HP50% ぐらいの時に6ターン目ぐらいまでいってるから、25% の、あの、右側にがっつり寄せる、あれだよね。右側にがっつり寄せる、なんか謎の、なんとかアジャストテンペストみたいなやつ食らった後に、テュポン使って、うん。テュポンを使って、そのまんま、奥義で、左側に寄せる。300万ダメージ以上を奥義で狙っていく。みたいな動きとか、まあそういうのをして、うん、安定感を高めていけたら、まあより素敵なことでしょうって感じですけど。はい、まあちょっとこの編成に関してはそんな感じかな。うん、まあ最近シールドスオン多かったんで、まあいろいろ、なんか、MVP 取ってる人の編成見て、ちょっとキャラクター真似してみたりしたけど、俺の中のシールドスオンの感想としてはそんな感じでした。はい。参考になれば幸いです。なんかもっといい情報を握ってる人いたら、こっそり俺に教えてください。動画にします。ほな、またお会いしましょう。バイ。